外にいる栗原モズリーに託して再び外栗原のスリーポイント射抜いてきた。いやよくやりましたね。そしてバスケットカウントエンドワン。いやもう本当に今よく入れたと思いますね。今あの信州がパスがすごくずれるんですよね、すごくこう丁寧なパスではないところだったのでよくこれ入れましたよね。ダバテガードナーショットクロックあと3秒2秒1秒というところスリーが来ましたね。決めてきました。長野のスリーポイントシュート。誰に託すか。ショットクロックは6秒5秒自らスリーを狙っていって決めた。連続スリーポイントシュート成功長野。イカルガに斉藤拓実パワーで押せるか外比江島のアタック遠藤空いた。2本目が来ました遠藤。さあフィールドに戻ってきました。マークマンついています。篠原とのマッチアップ篠山とのマッチアップ。さあここはスリーポイント。いやー藤井が決めてきましたよ。すごいディフェンススリーポイントシュート放つがこれ落ちた。2番のオフェンスリバウンドアイラブラン。さあ早く行きたいところ橋本拓也エンドいやすごいですね。まずはここで一瞬諦めてますもん、ね、はい。しかしうまくドリブルをしてから自分のポジションを作ってから、いやもう一度トーフリッピン。もうフリッピンからキックアウト松脇もう一本きた。キーパス五十嵐これも外からいや決めていきました。昨日に続いて今日も素晴らしいスリーポイント。いや川崎の方があの、はい、ハーフコートのオフェンス良くなってますので、はい、引き続きあの続けていっていいと思います。ヒースのオフェンスリバウンドファジーカスのスリーポイントきた。そしてエンドワン。松島さん改めてこのファジーカスのシュート精度どう見てますか。いや素晴らしいですよ本当に。あのかなりあの個人マカドゥ対ディアロのマッチアップ。マカドゥヘルプに久保田を抜くコーナーの位置関のケリーショットクロック2秒ケリーです。ケリーのスリーポイント。今日スタメンの中村大志ダバンテフリーの状態やや遠めからのスリーきました。いや来ましたね。テンポいいですね。ショットクロックが少なくなってきた。マッシュライトショットクロック5秒ライト3スリーポイントマッシュライト。はい寺澤選手任せようと、ね、波里がここから打ってこれを決める。決めたディープスリーを波里も決めていきました。スカウティングと同時に誰に打たせてよくて誰に打たせちゃダメかというところを遂行していかなければいけないですね。うわー比江島ギリギリのところで来た。